おはようございます。今日は8月26日です。昨日はビットポイントジャパンでいよいよね、体の間がスタートしましたよという報告を受けて、私たちも固唾を飲んでみたわけなんですけども、あの上々の瞬間私動画をね、あの無音、音なしですけども、撮ってアップロードしてみたんですよ。やっぱりね、記念ですからね。で、見逃した方は私のあの動画を短い30秒ぐらいのものですけども、見ていただければなと思います。で今日の 暗号通貨の価格ですけどもコインチェックの価格チェックではビットコインが540万イーサリアムが350万ぐらいで出ておりますそして私たちの憧れの体のこれはどうなったでしょうかコインマーケットキャップでは299円と昨日上場してから300円前後ウロウロするような状態が続いております逆に言うとこの300円前後っていうのが相互固めにこれから入ってですねまあ下がるにしても290円台 で上がる分には天井知らずみたいなことが起きるんじゃないかなと思っております。体の間はビットポイントジャパンで今取引がなされていると言ってもあのダイダロスにプレセールの方が持っているものを、うん、ビットポイントジャパンに送金してで日本円に換金っていうところにはまだなってないです。というのがあのひょっとするとね恐ろしいぐらいの数十億円の換金がされれるかもしれないんですよビットポイントジャパンの資金力がそれになかなかね対応できないというところもあるんでしょうしあとはね ハードフォークが来月13日でしたっけ ?9 月13日にありますので、そちらの様子を見ながらってことになるんじゃないかなと思います。いずれにしても、今しばらく私たちとしては冷静に待つことが求められるのかなっていうところですね。それじゃあ本日は以上です。体の間、万歳。